ました。わかりましたか。はい、なのでもっとフリーランした方がいいよ。こんにちは、キキです。ああ、ほんと変わってほしいわ。はい、そんなことはよくて、今日も今回もまた東北にやってまいりました。で、前回来た時にちょっと猫間がちょっと天候悪くて滑れなかったので、今日はもうこの天気、快晴ですよ。はい、この中でちょっとね、滑ってこようと思います。バックサイドは先行動作型なんで、バックサイドターンして、谷回りターンのところで、板ガタガタガタって出てるんです。で、フロントサイドターンに関しては、内倒してるんで、スピード出た時にもしかしたらツルツルってこけるかもしれないという感じですね。はい、どうぞ。はい、本人ね、かなりね、頑張って練習してたみたいなんです。なるのか。この辺はまあ普通のシャドウですわ。フロントサイドターンに関しては、内倒してるんで、スピード出た時にもしかしたらズルズルってこけるかもしれない。はい、しっかり切ってけ。やっぱり切ってていいな。あ、ほらまた、ほらまた、はい、クロスオーバーがすぐもう内倒しちゃってるんでね、頭起きてないから今ズルってなりました。はい、直角行のイメージはできてますか。一回直角行した方がいいんじゃない。今大丈夫、分かってる。あ、フラットね、しっかりと。さあ、じゃあ行けるタイミングで自分でどうぞ。しっかり直角行ね。直角行してドンドングレフロード。はい、直角行、直角行、板まっすぐにして、はい、トンチョン。はい、しっかりとフラットで踏み込む。おー、超えた。ギリ、デコったけど、いけたー。まあ、届いてはいないけど。はい、イエーイ。で、はい、でも地形は、うん、
まく飛べるでしょ。あれはエッジを使ったまま踏み切れるから。だからフラットっていうのをうまく使えるようになるにはフリーランしてる時に、まあ廊下でしっかり直角。わかりました。わかりましたか。はい、なのでもっとフリーランした方がいいよ。いやー最後本当悔しかったねあれ。まあしゃあない。はい、もっとフリーランした方がいいよ。いやもうそれはねさっき中々言われたんですけど、ちょっとね今日はね 5m のキッカーにちょっとチャレンジしました。まあね5分だけもうあとちょっと、まあデコに落ちてるのにガッツポーズしてたね。ガッツポーズしないでくださいっていう動画どっかにあったな。デコに押してガッツポーズしないでくださいっていうね。ね、ちょっとちょ、いけたと思った。勘違いしちゃった。うん、届いてなかった。気持ちよすぎてね。届いてなかった。はい、はい、残念。でも、ここの本当にアクセスは素晴らしい気持ちいい、本当に。今でも多分まだアクセス残ってるところいっぱいありますよ、まだ。ね、すごい気持ちよかった。ね、こまわね。また来たい。でも次はもう絶対 5m キッカーちゃんと飛べるようにしますね。なので、もう本当に M の一族には負けてらんないんだよ。ゴミスタンス族は頑張んなきゃ。まあお声ですな。うん、お二人します。じゃあね、バイバイ、またね。